東京都知事候補者、トランスヒューマニスト党、後藤輝、樹、37歳。公歴2642年12月8日、降臨爆誕、9連続落選、樹塾塾長、輝樹教,教教祖、カリスマ、革命家、愛国者、救世主、神様、変人などなど。では、 後藤輝樹さんの政見放送です政権がなんぼのもんじゃい常識がなんぼのもんじゃい NHK がなんぼのもんじゃい国家権力国家権力国家権力クソくらえ生まれば食べるよ国家権力クソくらえ生まれば食べるよゆきも食べるよじゃがじゃん 国家権力クソくらいの歌、テルキ塾塾長革命家、後藤テルキである。お前ら、愛してるぜ。先生、私、後藤テルキは公職選挙法と日本国憲法にのっとり、正々堂々と政権を放送することを誓います。私が今回の都知事選に立候補した理由は、3年前の R1 グランプリ、アキラ100%さんの優勝がきっかけです。4年前の都知事選、私の政権放送。 ちんちんと発言したことで放送禁止になってしまいました。10年かけて貯めた虎の子300万円を支払い、健康一滴命をかけた政権放送。削除だけはしないでください。嫌がる私を横目に NHK さん、音声を削除されました。しかし、しかし、 服を着てた私が放送禁止で、フルチン全裸のアキラセントが地上波で放送、音画面なし。でしたら拙者も、フルチン全裸で後藤輝木の髪やりましょうかと、この日の本の表現の自由を守るべく、三年前決意いたしそうろう。べべん